れがあればいい。エコーも虚しく、桃姫は魔性に転生したと蘭海上人に聞き、真相を確かめんと放った手勢はことごとく返り討ち。それでもこの目で見るまでは信じられずにおった。だが顔色も変えず人を斬る凄まじさ。容姿まさしく桃姫なれど、その本性や桃姫にあらず、もはや迷いは微塵もない。殺された上、ムクロに悪霊がついて浮世に迷い出るとはあまりに不憫。せめて我が一党にて成仏させようぞ。野球の小僧が人を化け物のように言うって、本当ならウヌの体と地位はわしのものであったものを。良いより、将軍家指南役の剣とはいずれ手合わせしたいと思うておった。天下無双の名は二つといるまい。どうかあの方を切れないで。ああ、雪の嬢様もおやめください。諦めん、声は届かぬ。女子供の出る幕ではない。来ると思うておったぞ、ジンクロ。果たしてお主のおぼろ流が新影流にかなうものか。勝負が決した時、その首が胴につながっておるかな。勝負の前に一つ聞きたいことがある。鳴神で桃姫を貫いた牢関者の獲物の太刀、その後どうなったか知っておったら教えてくれ。太刀じゃと？鳴神の新たな代官が処分しておらねば、桃姫殺害の証拠として鳴神の蔵に放り込まれておろう。やはり鳴神か。濃州までの道程は結界だらけで、戻るのは血と骨は折れるが仕方あるまい。そのような懸念は無用。いずこへも迷わぬように今ここでメイドに送ってやろうぞ。野牛新影流の秘奥義、今見せてくれよ。いざ尋常に。Let's go.
致命傷を避けたか。こやつ天秤がありおる。殺すには惜しいが、生かしておいても後日の仇となろう。お待ちください。ああ、お待ちを。またもしゃしゃり出るか。女ごときの命乞いは無用。どけ、今引導を渡してくれる。待てと言うておるに、耳がどうにかジンクロ。女ごときと申したな。その女の体で好き放題しているのは誰じゃ。聞きぬと言うならこちらとて栄光してくれる。魂が押し出された。無理やり体に戻りおったな、桃姫。ふん、いや驚いた。威勢のいい短歌を切るわ。泣くしか能のない箱入り娘かと思えば、とんだじゃじゃ馬。たびたびこれでダダをこねられては、先が思いやられる。仕方がない。こたびは雪の城の命は見逃してくれよ。その代わりおとなしくしておれ。まだ起きられてはなりません、雪の城様。ご安堵なされませ。身も心も今は桃姫、真の姿に戻りましてございます。ここはあの世か、それとも夢か。そのどちらでも構わぬ。聞いてくれ、
桃姫とそれがしの縁組、鳴神を陥れ取り潰すための奇弁であった。姉君が嫁がれぬと聞き、無理今や鏡公はご生涯なされ、お家騒動で姉君も見まかられた。お上に命じられたとはいえ、仕組んだのはこの雪の女。お父上も姉様もこの世の人でなく帰る家すらないと、そう言われまするか。嘘。桃姫が迷い出たのはきっとそれがしを恨んでのことと、麻衣を両親の呵責に苦しんでおった。許せ。明神様の貴重なお薬を処方しました。柳生殿はもう大丈夫、礼には及びません。これも旦那様の仰せです。少しでも恩に思うなら早く体を旦那様に。刀を使えぬ今のあなたに追っ手がかかればひとたまりもない。久方の仰せ十分に済ませたか。ならば似合わぬ情けもここまでじゃ。体を戻してもらおうか。雪の城様をお助けくださり礼を申します、ジンクロ。されどこのまま置き去りにしてはいけません。いやぬ心配じゃ。遠巻きに忍びどもが見張っておる。我らが去ればすっ飛んできて世話を焼いてくれよう。お父上、姉様、おいたわしや。桃姫の魂を封じずあのままになさるおつもりですか。あの様子では足手まといでございましょうに。鏡家の窮状を知って卑怯に流行っておるのじゃ。鳴神まではおとなしくついてくるじゃろう。美濃に向かうにも東海道は大きな結界が張られ、中山道にはソーラが待ち伏せております。これ以上坊主の相手をするのは願い下げよう。甲州街道を進み、その先は飛騨に迂回するとしよう。